皆さんこんにちは、丹波よしみです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はワンコの散歩以外は家で自粛しております。最近は道端のお花も綺麗に咲いています。特にツツジが綺麗です。散歩に出ても道路には車の数がとても少なくていいことだなって思います。それ以外家で何をしているかと言いますと、断捨離ももう終わってしまいましたので趣味の文字書きしております。こんなにゆっくりと自分の時間が持てるっていうことはほぼないので、楽しんで毎日文字を書いております。外に出るときにはマスクをして、帰ってきたら手を洗い、うがいをします。そして人と人との距離は2メートルを保つ、これは必ずしております。しっかり守ることで早く皆様方と一緒に旅行に出かけたいなと思っているからです。仕事早く復帰できるといいなとつくづく感じます。それでは皆様、またお会いできる日まで元気でお過ごしください。丹波よしみでした。私はジョギングをして過ごしています。ジョギングのお供は、サンチョコポステーラの、純レールで購入しました、このバフです。マスク代わりにしてます。ヤコブ様のご加護がありますようにということで、ホタテ貝の、貝殻マークがついてます。私のバフのコレクションですけれども、これはサンチョココンポステーラの、巡礼路でやはり購入した、サンチョコの大聖堂のバフ、なぜかアヒルが巡礼者で歩いてます。そしてこれが、サンチョコの、コンポステーラのやはり巡礼路の地図のデザインをされたバフ。そして、これがアコンカドアに行った時の、アルゼンチンの、国旗のバフ。そして、雑誌のおまけでしょうか、フィッツロイのデザインのバフ、パタゴニアですね。そしてこれもパタゴニア、パイネの山並みのバフ、そして、スイスのエーデルワイスのバフ、そして、これが、スイス、マッターホルム、登頂150周年のバフ、私のバフのコレクションでした。家では、パンを、天然酵母で焼いて皮地に食べています。皆様どうぞお体お気をつけいただいて、また旅の空でお会いできることを楽しみにしております。